カチャンネルのショーです。やっとゴールデンウィークがゴールデンウィークが終わりましたよ。疲れた。疲れました、仕事が。でやっと今日休みなんですけど、ちょうどゴールデンウィーク期間中ですか、本当なら配信する日があったんですけど、5月の4日と5日だの日が本当は配信する予定だったんですけど、ちょっとあんまりの忙しさにもう全然何もできなくてですね、休みになったので動画の編集でもしようかと思いましたら、いやーちょっと残念なことが、まあ自分でやっちゃったんで、まあ誰にもねこう言うあれでもないんですけど、動画がありませんと。撮っていた映像がないと、あの編集ソフトに出まして、いやいやそんなことはないだろうと。で元のデータを見たら、あの空っぽなんですよ。なんでなんでって感じで、一個思い当たる節があったんですよ。それも昨日、パソコンの中に、あの何ですかね、あのオンライン上で要は保存できるようにするあのワンドライブっていうのが Windows にありまして、でそれの中にあのなんか前撮ったやつとかが勝手に上がってたんで、あこれいらねえなと思って消してたんですね。でまあそれ以外のもパソコンの中に入れていた要は音楽とか、何がなくなったかな、音楽もヒカルとピンキーのあのカルピン、あれの曲とかちょっと入れてたんですけど、それもなくなってたりとか、まあその他も撮っておいた写真とかね、まあその動画の元データですね、それも全部あった分、俺がそのワンドライブの中にあった分は全部消したんですよ。なんでこっちに勝手に上がってるんだと思って、ね、蓋開けたらね、元データなくなっちゃったということで、ですね、3つぐらいちょっとあったんですよ、編集途中のやつが全部消えました、ね、パーです。もうだけもう、あーやっとゴールデンウィーク終わった、疲れた、今日休みだ、ゆっくりしよう、あーにデータがなくなったっていうので、もう一気にやる気がなくなりまして、どうしようかと困りましたね。まあ残念な、こういうこともあるんじゃないかと。なんでも今から天気もいいし、ちょっと着替えてから、車の洗車でもして気分を変えてみようと思います。そういうことで今回の動画はここまでです。非常に残念なことになりまして、ショック受けてます。俺にかかってこい。